いくらいい感じにチェイス行ってようが、均等釣りしてると終わるのが途方に。後でやるわ、またね。はい。ありがとうございます。なんか、ハッピー1001っていうコードを打ち込むと、今、10万何ぼかポイントもらえるらしいですよ、BP。うん。OK。行くべで。あ、今の生成やとね、あっち側やってる可能性あったんやよな。ちょっと、遠く来すぎた。ここまで遠くには、あれでも今、カラス降りたってことは、カラスが降りたってことは、ここ通ってここにスポーンしてどう移動したかやなと。いや、まあほっとくか。あら、もうきつい。初動グダルトやってないな。そこもやってなくて、うん、戻るか。隠密系サバイバーやったら初動真ん中やれへんと思うねんな。うん。あら、多分ちょっとこっち戻った方がいいんじゃないかな。あ、やってるわ。これでいいか。うん、これ一発投げる。まあ、面白いおったけど、追うか。当たらない。けど疲労してる。とりあえず釣るか。で、あそこに人いて、あっち蹴りに行きたいねんな。あがらった。はい。ちょっとね、これリロードもしてる場合じゃない。何の引っかかり。ここ切れて、そこ切りたい、そこ切りたい。あ、猫か。そう。奇襲かけられへんかったな。知ったんかな。そう、猫やないもの。一応体隠しながら近づいたつもりやってんけど。やって、いやー、このサバイバー隠密系やな。でもいる、下エイム一発。まあ、あれはしゃあないな。オッケー。んで、ほい、どっち行こうかな。あっちまだワンチャン間に合うかな。行ってみます。あっこ、あっちは治っちゃうわ。うん、で、あっこの発電機やんな。あー、無理か。でもまあ、ほんと2回目か。あ、ちゃうわ、全然違うわ。はい、ちょっと均等釣りになってるね。チースはバシバシに終わんねんけど、これは良くない。超均等釣りになってる。このままでは終わる。いくらいい感じにチェイス行ってようが、均等釣りしてると終わるのが途方に。誰かやりきりたい。これは一つ決めるか。はい、なん、これはちょっとトンネルしたい。か、オブセ以外が一回釣りなんよな。ファン、あの人がファンやな。はいはい。これはトンネルします。担ぐわ。はい。よし、オッケー。はい。向こうが爆発して、
この3台やな。ね。はい。ど真ん中と、ど真ん中との3台やね、これは。もう向こう行かない。こうやって、あ、なんかいる。はいはい。どこだ。いやこれ、うん、まさかやってない。あれイタチのおかげでめちゃくちゃ火花飛び散ってんの楽やな。やってないのがわかる。これはね、キャンプしますよ。あたしゃキャンプするよ。これは物を守るくんよ。あっちの1台好きなだけ直しやがれ。あ、ちょっとダメだって。オッケー、これはもうこの人やりきります。よしで、よっ、オッケー、これ置いたいな。一発当ててから妨害かけつつ、あの小屋か、いいわ。イタチ決める、あそこに。なんかいた。これは一発殴ろう。あ、そっちにいるんだな。まあ、追うか。うん。OK。んで、これでタチを決めると。はい。これが、アップデー後は45秒なので決められない。うん、これがちょっとやっぱ今のイタチ決められないことになるよな。この人釣ってから決めることになるんよな。アップデー後はやっぱちょっとうーんってなるよな。悲しいな。今ちょうど45秒ぐらいやったもん、うん、ナーフ後はそう今のができなくなる。ちょっと悲しい。さて、あともうここで見回るだけでいいんじゃないんかな。あっちはもう絶対行かないから、あたい。あっちの発電機行く気ゼロなので。こうやってる？回してないね。じゃあもう櫓から見守るくんで。あ、なんかいるぞ。いた。おうか。はい。飛ばない。いけ、間に合う！強いな、フラン。来るか、救助。来てない。あ、来てた。うん。で、疲労瓶がえぐ強くて、はい。そして、オッケー、うん、起こせるかな。ずさんやからな、ちょっと。うん、落ちちゃうな。でもで疲労入って、ひじひじ、オッケー。うん、この人どうなんやろな。よいしょ。よで、この人が自力抜けしてほしくないけど、どうやろうな。まあまあ、とりあえずほっとくか。ここでまあ、ほんまは自力抜け警戒で目の前でしっかり見守るべきなんやけど、ついめんどくさくて離れちゃうねん。でもなんかあんま近くおると、ちょっとずつ査定減っていくのよな、確かな、釣った人のそばにいた判定で。ね。うん。なよね。あと一人どこだ？こちらへん。ん？どこだ？どこだ？やっぱ索敵パーク欲しくなるよな。あ、まあ一応ガラクタいじりがその範囲になるんか。ガラクタあんまり行きなかったな。
ガラクタは破滅、不死破滅と合わせたいな。イタチガラクタやるんならちょっと、足速いキャラクターじゃないと、ちょっと、なんかうまくいきない感じがする。うん、ね。よっ。ハッチ見つけたかってんけど、どこ行ったんやろ。うん、あ、いた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 。あれ？おい、今、うって聞こえた気してんけど。うはあれか。あ、やっぱ、あ、やっぱ声する。あ、いた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 。クラウンが言ったんかと思った。俺がクラウンの絵付きを聞き間違えたんかと思った。ちゃんと女の声でした。よかったです。こんな、クラウンおじさんの声とメグの声間違えるほど、耳がおかしくなってしまったんかと思った。瓶投げてて声で探す。あ、まあ、なんか、あの、発電機、例えばやってて、で、これ上の方バーンって当てると、結構これ、あの、バーって広がるから、こういう策的はありなんじゃない？ここやってそうやなっていう時に、ポコーンってやって、で、ちょっと逃げようとした人にヘッて当たるみたいな。それはやってくる人たまにおるかな。上の方投げて、あの、臭い瓶の雨を降らせるってやつ。たまにいる、やってくる人。まあ、あんま使わんかな、俺は。